日本の島村が海外で話題になっていました。皆さんこんにちは、日野本真子です。今回は、島村ってクール？日本にやってきたフランス人女性が日本の島村を訪れて驚愕。果たしてフランス人女性の島村への評価とは？の話題です。海外、ピンチな時はいつだって私を救ってくれる。日本の製品は長きにわたり海外で高い評価を得てきました。皆さんも日本製の自動車や電化製品が海外で大人気であるということはよくご存知だと思います。そんな日本製品の素晴らしさは、なんといってもコストパフォーマンスの高さにあります。日本の製品はご存知の通り品質がとても高いのですが、さらにそれに加えて日本企業ではコストカットの努力も怠りません。それもあって日本製品は安くて質のいいもので溢れています。そんな日本製品ですが、実はすごいのは自動車や家電製品だけではありません。なんと日本の衣類もコストパフォーマンスが高いと海外から大好評のようです。今回ご紹介するのは、日本を訪れたあるフランス人女性が日本のファッションセーター島村を訪れて大きな衝撃を受けたというエピソードをご紹介します。おしゃれなイメージのあるフランス人さんの目に島村はどのように映ったのでしょうか。早速ご紹介していきます。私はフランス人、とあるフランスのファッションブランドで仕事をしているわ。そんな私は数年前に仕事の都合で日本を訪れたことがあるの。そこで私は日本でとんでもないショップに出会ったわ。そのショップとは島村。知らない人がほとんどかもしれないけど、このショップとってもすごいのよ。今日は私が日本で島村と出会った時の話をさせてもらうわね。日本にやってきた時、私はまず日本人に対してある印象を抱いた。その印象とは、ファッションの種類が多いということ。だいたい欧米の女性のファッションって大きく分けて2パターンに分かれるのよ。それはドレスなどのセクシーなものと T シャツにジーパンなどのラフなもの。その中に好みはあるのだけど、だいたいパターンは少ないわ。しかし日本の女性っていろいろなファッションをしているのよ。日本にはカジュアル系、綺麗系、ナチュラル系、ギャル系、ロリ系など、数え上げればキリがない山ほどのファッションの種類があるわ。それに日によってそれを使い分けるのよ。ある日はスポーティーなスニーカーを履いていると思ったら、ある日はヒール、そしてまたある日はブーツって感じでファッションの系統を固定しないわ。それはメイクも一緒で、毎日メイクの雰囲気を変える女性が多くいる。ファッションを仕事とする人間として、私は日本人女性のそのようなファッション感覚は面白くて興味深いと思ったわ。でもね、このような特徴を私は好意的に捉えていたんだけど、日本でいろいろな人と仕事をしていくと、日本人のファッションに関して引っかかる点が一つ出てきたのよ。それはファッションに関わる仕事をしているのにもかかわらず、とても安い衣類を身につけているということ。私は日本に滞在中、多くの日本人の同業者の人と話をしたわ。そこでその日の自分のファッションのポイントなどについて会話をするんだけど、多くの日本人がこのようなことを言うのよ。これすごく安いんですよ。それを日本人はとてもいいことのように言うわ。確かに安くいいものを買えるのはいいことよ。でも安い服にはそれ相応の理由がある。まともなデザインでなかったり、素材が悪かったり。だからファッションの業界にいるのにもかかわらず、安い服を着ていることは自慢にはならないし、むしろ自覚のない行為だと私には思った。そしてそんな日本人との会話の中で多く名前が聞かれたショップがあったわ。そのショップの名前は島村。これ島村で買ったんです。島村は安いですよ。島村は1000円あれば OK。 多くの人がそのようなことを言っていたわ。島村はとても安い服が多く取り揃えられているショップのようね。でも島村ってそんなにクールなの？ファッション業界にいる人間がそんな激安ショップにこぞって通っているなんて、日本はファッション後進国なのかな。私はそんなことを感じていた。私は日本に来た当初、ファッションの種類の多さに好感を持っていたけど、もしかしたらそれは日本人が適当な服選びをしているから種類が多いように見えるのかもとすら思えてきたくらい。そんなある日、丸一日のオフができた。
私はせっかくの日本での自由な時間を楽しみたいと思い、ブラブラと出かけてみることにした。その日は食べ歩きや日本のファッションビルやデパートでのショッピングを楽しんだ。日本人は安いファッションが好みだという印象だったけど、デパートやファッションビルには意外と高級なハイブランドもあったわ。こんなにちゃんとしたお店があるのに、なぜファッションの仕事をしている人間が激安店で買い物をするのか。私は日本のファッションビルやデパートを巡ったことで、なおさらその疑問は大きくなったわ。その後私は大いに日本の街を楽しみ、大満足で宿泊先のホテルへと帰っていた。タクシーに揺られながら、ぼーっと窓から外の街並みを眺めていると、私はあることを思いついた。それは島村に行ってみようということ。島村がどれほどのものか私はチェックしてやろうと思ったのよ。私はスマホで島村の画像を検索し、それをドライバーさんに見せた。するとドライバーさんはすぐに理解したようで、すぐにナビで島村を検索し始めたわ。そして、30分くらいかかるけどいいか?と私に聞いてきた。私の答えはもちろん OK。 日本人がこぞって訪れる激安店はどのようなものなのだろうか。紙でできたペラペラのシャツやパンツが売っているのだろうと私の中で想像しながら30分タクシーに揺られた。そしてそうこうしているうちについにタクシーは島村に到着。私は車から降りてお金を支払うまでの間笑いをこらえていたわ。なぜかって、それはショップの見た目がまるでおしゃれからかけ離れたものだったから。なんと島村の外観は薬局や本屋と見間違ってしまうような全く飾りっ気のない見た目だったのよ。私は面白いもの見たさに早速店内に突入。すると店内も全く飾りっ気はなし、スーパーのような店内に洋服の飾り方もとてもシンプルで全く凝っていない。私はこれまた面白くて笑いをこらえた。ファッション関連の仕事をしている人間がこんなところで買い物をしていたんじゃみんなの笑いものだわ。私はそう思いながら店内を物色。その時私の目についたのはイラスト入りの T シャツ。その T シャツのデザイン性の低さに、私はやはり日本がファッション後進国であるということに確信を持ちかけた。しかし私はある事実を知って大きなショックを受けた。その事実とは、その T シャツの値段が500円であるということ。まさか5000円の間違いではないのか。私は周りに置いてある T シャツの値段を片っ端からチェックした。しかしそのどれもが安い。どうやら T シャツ500円という価格帯はこの店では珍しいことではないようだった。これに私は大きなショックとともに恐怖にも似た感情を覚えた。これらの T シャツの素材の質は最上級とは言えないまでも、最低限の質は軽くクリアしていたから。いくらデザイン料を抑えたとしても、1枚500円というのは安すぎる。私は何か裏があるはずだと、いろいろな商品の質や価格をチェックした。しかし私にとっては、そのどの商品も価格と質が見合っているようには思えなかったわ。どう考えても価格が安すぎるのよ。私は品物を物色している最中、自分の中の気持ちが変わっていっていることに気がついた。その気持ちの変化とは、最初は面白半分で見ていたのに、徐々にこんなに安いのだったら気に入ったものがあれば買ってもいいなという本気の物色になっていたということ。私はすっかり島村にはまったかも。そしてふと一枚の T シャツが私の目に入った。それは無地の白い T シャツ。価格は800円。私はそれを見てため息をついた。ちょっぴり落ち込んだのよ。というのも、私はこの日デパートで白のシンプルな T シャツを7000円で購入していたから。確かにその素材の質や触り心地はデパートで購入したものの方がいいわ。でも見た目はほとんど一緒かも。よく考えたら、これだったら断然800円の島村のものを購入した方がお得だと私は思った。私はその時島村に完全敗北。結局私は島村で無地のグレーの T シャツを購入した。価格は800円。ファッションのプロの私からすれば、島村は確かに優れた商品ばかりだとは決して言えないわ。しかしそのどれもが圧倒的なコストパフォーマンスを誇っていた。日本人のファッションは非常に多様性があるわ。だから島村の服が好きという人は決して多くはないかもしれないけど、島村に行けば何かしら欲しい服が見つかるのではないかしら。実際に私も T シャツを購入したわけだしね。
そしてその服の値段がとんでもなく安いのだから、島村はとても優秀なショップと言えるでしょうね。世界中のショップを知っているからわかるのよ。しかも後で気がついたんだけど、日本人は服の組み合わせがとても上手なのよ。だから服単体で見れば決してかっこよくないものであっても、組み合わせの中でとても素晴らしいコーディネートを完成させてしまうわ。日本人のファッション関係の人たちで島村の商品を身につけている人は、靴下だけだったり T シャツだけだったりもするの。最初はバカにしていたけど、島村のコストパフォーマンスの素晴らしさと日本人のおしゃれのセンスはとても素晴らしいと思ったわ。以上がエピソードの概要です。そんな日本の島村は SNS や YouTube などでも数多く紹介されており、海外スレッドにもたくさんのコメントが寄せられていました。その一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。日本製品のコストパフォーマンスの高さは全ての製品に共通なんだな。そんなに安い洋服屋さんがあるなんていいね。僕はファッションのことはよくわからないから、全身この店の服でいいかも。日本のファッションってとても可愛くて私は好きよ。日本人はみんなおしゃれだと思うわ。本当にこの値段でいいのって感じの洋服が売られているよね。金銭的にピンチな時はいつだって島村が私を救ってくれる。日本の製品ってなんでこんなクオリティでこの価格なんだって思うものが多いよね。電化製品なんて2倍の価格で売られても買いたくなるものばかりさ。こんなに質が良くて安いお店は他にない。最後に判断するのはいつだって島村だ。以上が海外の反応です。自動車や家電製品のみならず、日本製品は衣料品までもが海外から評価されているなんて誇らしいですね。現在は同じ日本のファストファッションショップであるユニクロが世界に店舗を増やしていますから、もしかしたら島村も近い将来ユニクロのように世界各地に広がっていくかもしれませんね。さて、今回の話題はいかがだったでしょうか。ちょっとでも面白かったら高評価ボタンよろしくお願いいたします。ありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。ではまたお会いしましょう。日本っていいね。